皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、スリッパ作ろうかなというふうに思うんです。でこの靴の中敷きありますよね。でこう使わないやつがあるので、まあこれを底にしてですね、革でスリッパを作ろうと思います。最初にこれ型を取るんですけども、まあこういうふうにしてこう簡単に型は取れますよね。こう型取れますけども、ここでこうミシンをこういう風に走っていきたいなという風に思うので、これよりもこう大きい型紙にする必要があると思うんですよ。で普通布の場合には1センチ外に向かって取りましょうというのがあるので、まあ1センチぐらいこう外に出してこれをハサミで切ります。さてこっちの方はこう取れました。今度はですね、足のところなんですけども、ちょっとこう汚くてごめんなさい。今度はですね、これ上の足を入れる部分ですけども、足入れる部分このようにして自分の足に合わせて、こう書いてみるんですよ。ピーって。あ、僕の足これぐらいかなっていうふうに。そうすると、まあこれぐらいの大きさになるんだろうなというのがわかるので、これをハサミで切ります。これで型紙はできました。まあこういう風な感じにしてですね、スリッパを作ろうという風に思います。革を持ってきたら、これをこういう風にしてこう書いて、いきます。型紙ですよね。これだとペロペロしてしまうので、ここにこれが入るわけですよ。中にこれが入って、まあ、ミシンで縫うと。そうするとこういうふうにして、この反対側にもペタッとこの状態でもう一つ必要になってくると。これとこれがワンセットで一足分というふうになりますので、まあ、これももう一つ必要だなということで、こういうふうにもう一つこう作ります。こうですね。で今度は上の方になる、スリッパの上の方ですよね。でこれをこういうふうにしてこう肩を取ります。こうですね。でこれをハサミで切って縫えばいいと。さて揃いました。まあ例えばこの革がこれが底だとすると、ここにこの中敷きが入って、でこれでこう蓋をするというような感じです。だからまあこういうふうにミシンで走ってある程度まで縫ったら、縫った後でこれを中に入れて残りを縫うと。で、これが底が出来上がったら、まあ、大体こんな感じになります。こういう感じになるので、今度はこの上をこれを合わせて縫うていくと、まあ、こんな感じですよね。それでオリジナルの革のスリッパができるということです。いかがですか？革で作った、サンダルっていうかスリッパね、室内履きですけども、とても素敵だというふうに思うんですよ。またこの自分のオリジナルな雰囲気がいいかなというふうに思います。今回中敷き、使いましたけども、厚紙で作ってもいいかなというふうに思いました。